くりね、ゆっくり怪我しないように。あれこんなに手上げてたら増えてないか。まあいいや、そんなの関係ねえだな。よし、さあやってみようじゃないか。なあ、これ第20回伝説に残る、キリ中央の伝説に残る、そんなステージを作ろうぜ。なあ、まあキリ中央は地盤が強いから、いくらそんなの関係ねえじゃっても地盤が強いから大丈夫だ。よし、やるか。できるな、みんな。すげえいるな、あなた。はい。おお、はい。いやー、すごいね。みんなが登ってくれたら、よかったら写真撮ってください、私の。おかしい。頑張れよ、自分の夢に向かって頑張れよ。言葉に出してね。
言葉に出してけよ、夢は。夢を言葉に出してけ。な、いけるから大体。よし、ありがとう、ありがとう、またな、ありがとう、うん、ありがとう。よし、あー、いいか、うん。さあ、この後はですね、ヨシオのサイン色紙のプレゼントコーナーもございます。もしもね、欲しいなというお友達がいたら自分の席にゆっくり戻りましょうね。はい、なんか人にも離れない子ができちゃったから、どうしよう。はい、ありがとう、頑張れ、ありがとう、うん、はい、よし、ありがとうね。はい、さあ、あ、いいです。なんか夢から覚めた感じ。ああ、本当夢のような、時間でした、吉野にとって。さあ、じゃあみんながかけている間にね、登場していただいて。あ、ちょっと水飲んでいいですか、水。ありがとうございます。はい、ありがとう。はい、大盛り上がりですね。いや、すごかった。そこ本当にステージが、ぶっ壊れるんじゃないかっていうぐらいの揺れてましたね。でもやっぱこのね、吉備中央は地盤がしっかりしてるんでね。そうですね。はい、大丈夫でしたね。もう日本の中でも有数のレンジの硬さですから。はい、さあ、もう安心して、はい、できました。そしてですね、はい、あの小島さんに頼まれていたものをお持ちしました。はい、よしおのサイン色紙です。欲しい人、ありがとうございます。ではこれから、はい、よしおのサイン色紙をプレゼントクイズ大会。じゃあ、はい、クイズをお願いします。はい、クイズというか、もう吉尾のライブをちゃんと覚えているかなクイズ。うん、吉尾のライブを、ね、ちゃんと覚えていたら簡単に答えられます。思い出してね、吉尾のライブ。皆さん、ね、さっきしっかり見ましたよね。思い出してください。何事も振り返りが大事だからな、確かに。人生。さあ行きましょう、第1問。吉尾が歌った一番初めに歌った野菜の歌、あれは一体何の野菜だったかな。はい、何でしょう。じゃあちょっといいですか、見てみましょう。ドジャースの国、ドジャースの国、ドジャースの国。はい、こういう方式でこう。よし、はい、あ、大谷な、今日ホームラン打ったな。ああ、スリラン。さあ行きましょう。はい、でも顔見えるように。はい、じゃあ行きますよ。パパママどこいんの。あ、じゃあ、じゃあ行ってみよう。はい、じゃあ、吉尾と一緒に歌った野菜の歌は何の野菜だったかな。ごぼう。ごぼう、正解、拍手。ありがとう。はい、じゃあ、ペンってあります。あります。いいな。はい、よし、じゃあ名前を、はい、じゃあマイクでお名前お願いします。してください。安井みずきです。みずき、もう一回かな。安井みずきです。みずきくん、野菜みずき。安井みずきです。みずき、とにかくみずき。安井か、安井ごめんごめん、野菜のこと考えすぎてわかしました。みずきだ。すにてんてん、すにてんてん、すにてんてん、すみてんてんでいい。はい、みずき、じゃあみずきピーヤね。みずきピーヤ、はい、じゃあみずきピーヤに、じゃあそうだね、将来の夢だけ聞いちゃおうかな。はい、将来の夢は何ですか。大きくなったら何になりたいかな。考えて何かな。あ、いや、揺れてるよ、なんかいいよ、なんかボブルヘッドみたいに、大谷の。何かな、ある、これかな。今んとこまだない。じゃ
オッケー、じゃあ水木の好きな野菜だけみんなに教えてくれ。好きな野菜は何ですか？トマト。トマト、はい、拍手。ありがとう。ありがとう。はい、じゃあ階段から見てみましょう。さあ、はい、ちょっと今ウォーキングデッドみたいになってるから、すごいですね。はいはい、まだ問題出してないから、問題出してないの。ちょっと聞いてよ問題を。問題聞いてから回だから。 OK、 はい、じゃあグーチョキパーの歌。右手がグーで左手もグーで、はい、これ何だった。はい、登ってきて、はい、さあ、いけるかな。よしよしよし、お、さあ、パパママどこ。はい、パパママ、はいはい、じゃあ、取ってあげてね。はい、じゃあ、いきますよ。はい、右手がグーで、左手もグーで、おパピー、ちょっと待ってね。ああ、それいいよ、一回リラックス、リラックス、リラックス、リラックス。あ、そう、私はおパピーです。はい、私はおパピーですが、ね、グーで、やっぱ体を動かせばわかるかも。わかるかもしれません。そうそう、はい、右手がグーで左手もグーで、ホタルがちゃう。まあそうだね、正解は拍手。うん、ホットワードデート、うん、うん、オッケーオッケー、ほぼほぼ正解。はい、拍手ありがとうございます。はーい、しはい、じゃあお名前は。こんにちは、アナです。アナ、アナね、ハナね、ごめんごめん、ハナ、ハナ、ハナ、今何歳。4歳ね。はい、じゃあ花は大きくなったら何になりたいかな。いいよ、うん、うん、うん、ゆっくり考えて、うん、うん、大きくなったら何になりたいかな。せーの、うん、この辺まで出てるね、うん、迷ってますね、うん、迷ってるの、いろんなのがあるから。せーの、せーの、うん、じゃあ分かんないの。好きな、好きな野菜にする。うん、OK、 じゃあ好きな野菜なんですか。せーの、キュウリ。キュウリ、はい、せーの、はい、というか、はい、はい、ありがとう。はい、よかったらもらってください。はーい。いや、問題出してないの。問題を。問題、落ち着け、落ち着けるの。はい、行く、聞くの。まずは聞いてから。OK。行きます。次が。あ、次はラストなんで、ちょっと難しい。あ、問題になりますか？かもしれません。じゃあ皆さん、しっかりクイズ聞いてくださいね。はい。エジソンが発明したのは、電球とかトーストとかですが、はい、吉尾が発明したギャグは、はい、何パッピーでしょうか。やばい、エジソン問題、エジソン問題なんですけど、わかりますか。どうしましょう。圧がすごいんですけど、どうしようかな、こういう時は。みんなに刺してあげたいんだけど、じゃあ、ちょっと今、逆に今ね、何もシャウトせずに、そうですね、口を閉じながらアピールしてきた。喋らずに、君にしよう。ま、うん、っすぐに手を挙げてた。まっすぐにした。男の子。さあ、登れるか。登れるかな、大丈夫。こんな景色ないんだけどな。うん、気をつけてね。いけるか、うん。一点を見つめて、小島さんだけを見つめて、まっすぐに手を挙げてくれてました。はい、じゃあここにどうぞ。さあ、行くぞ。行きますよ。パパママどこ。あ、そこね、撮ってる。はい、行くぞ。そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。はい、おパピー。はい、正解、拍手。素晴らしい。じゃあ、名前を教えてください。
ひなた、はい、ひなたね、ひなたピーヤね、はい、ひなたピーヤ今何歳？10歳です。さあひなたピーヤ、はい、10歳、大きくなったら何になりたいかな？お笑い芸人。お笑い芸人、大拍手。なんぞ、どうですかそれ、お笑い芸人っていうね。いや頼もしい後輩ができましたよ。うん、そうだな、ああやってちょっとみんなとは違うアピールの仕方をするっていうのは、これもまた芸人の一つの、うん、良さだから、はい。じゃあ、ちなみにさ、なんていうんだ、どういうお笑いとかが好きなの？5年生だともあるのかな、そういうのが。なんか係、うん、4年生のみんなを楽しくする係で、うんうん、4年生でみんなを楽しくする係っていうのがあったんだ、クラスで、うん、それで、うん、みんなが、うん、めちゃくちゃ作った動画に笑ってくれるから、うん、あ、やろうかなって。ひなたが作った動画でみんなが笑ってくれるの？そう。すごいじゃん、もうすごいお笑い芸人じゃん、もう。はあ、それでもっとみんないろんな人を笑わせたいと思ったんだ。はい。おー、素晴らしい、拍手。よし、じゃあ吉備中央のみんなをひなたにしてあげてな、笑顔にしてあげてな、うん、よし、はい、拍手。はい、最近、本を出されたんですよね。そうなんです、私お悩み相談の、連載をやらせてもらっていて、それが本に、なりました。小学生、これは小学生のお悩みに対して結構真面目に、答えているものなので、よかったら読んでください。はい、はい、入ってってください、はいはい、あげると言ってないよ、よ読む、絶対読む、本当に読む、怪しいな。読むか、本当に読む、あ、じゃあ、あげるから、うん、サイン書いてあるから、はい、拍手。みんなで回して、キビ中央で、キビ中央で回して、読んでください、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、もう大盛り上がりです、小島さん、はい、最後にキビ中央町の皆さんに一言お願いします。はい、はい、本当に今日は皆さん、こうやってね、ライブ一緒に参加して楽しく盛り上げてくれてありがとうございました。また吉備中央に来てライブができるように、鍛錬を怠らずに、頑張りたいと思いますので、皆さんもですね、元気に、前向きに、健康に過ごしていただいて、また一緒に盛り上がりましょう。本当にありがとうございました。サイン書いてあるか、サイン書いてあるか、もう書いてあるから、はい、ありがとうございました。まもなく RSK のアナウンサーステージ始まりますので、ぜひそのまま